高松総合銀行、株式会社高松総合銀行は、かつて香川県高松市に本店を置き、四国4県を営業区域とした総合銀行である。1971年、昭和46年10月1日に、兵庫総合銀行、兵庫銀行緑銀行港,港銀行と合併し、消滅した。合併時点で存在した。 営業店はすべて、兵庫総合銀行に引き継がれたが、その後兵庫銀行の経営破綻や、緑銀行の九州合併を経て、段階的に整理されていき、後進の港銀行において、高松総合銀行時代の痕跡は皆無となった。一時千代田生命保険に席を置いていた、鎌野健一は、給油をつてに、北九州の、 日新食産株式会社に高松支店開設要員として入社し、高松に帰京していた。同じ頃、木下正夫は千代田生命を退社し、新規事業を起こそうと試案中であった。この二人が同じく千代田生命時代の知人を介して合流し、同じやるなら、何も北九州の支店を新しく作ることはあるまい。高松で独立したものを作るおり、高松における、 食産金融会社設立構想が始まる。設立にあたっては木下が準備に尽力し、称号を日本総合食産株式会社に決定、設立総会も終えた。しかし当時北九州には、食産会社が300社以上が乱立し、不良会社、非健全会社、悪徳会社が吊るし、社会問題化していたため、法務局は、 食産会社の新規設立を一切認めなかった。給与した木下は、かねての知り合いから、金融業を事業目的とする既存会社の事業目的を変更して、食産金融を行ういうヒントを得て、直ちに114銀行指導市店支店長の広瀬、都市を訪ねた。そこで、木下の熱意が通じ、広瀬の協力で当時休眠会社であった、指導商事、株式会社、 大正9年3月10日設立を探しで、この休眠会社は数ある事業目的の一つに金融貸付営業が掲げられており、称号もそれまでの構想にあった日本総合職産ではなく広瀬俊夫の一文字を取ったことぶき食産工業として1949年昭和24年4月20日開祖登記がなされ、投稿の前身である。 ことぶき食産工業株式会社が開業した。その後も、世紀の金融機関として、無人業免許を目指し、同年8月19日に登記上の本店を、実質的な事業地である高松市や坂町に移し、10月30日には、会社の登記場上の事業目的を、金銭貸付業のみとした。そして無人業免許申請を控えた翌1950年。 昭和25年3月10日には本店を6番町31番地に移転し、同月31日には、ことぶき職産無人株式会社に称号を変更し、無人免許を申請した。この頃、無人業免許取得に向けての体制づくりによって、社内は一応のまとまりを持っていたものの、複数の代表取締役を置く多党制経営の弊害により、 香川派と徳島派に分かれた役員陣が職員をも巻き込んだ派閥争いを見せ、さらにその中でも旧千代田生命派と指導役員派が分派し、少数の中立派を交えて良識ある役員を投げかせた。最終的にこの内紛を収束させる意味からも代表取締役を小西俊夫尾和にし、創業に尽力した広瀬も会社から身を引いた。そのような混乱のさなか、 無人免許の申請を受けた大倉省による金融検査が1950年昭和25年6月23日に開始。主任検査官の根橋はこの会社の経営状態に驚愕する。経理状態は乱脈を極め経費支出に不正、不明老項目があること、経営責任者に筋の通った中心人物を書き、かつ職員は 素人ばかりの寄せ集めのため業務遂行能力に乏しいこと、それが経理の乱脈といったようなし、処理が不完全、かつ正確性を失い、なおかつ人員の雇用が不十分で正確な人数さえ把握していないことが指摘された。さらにこの年の3月末、第1期決算において相当の赤字を出しており、預金をそのまま経費に計上していたほか、融資内容が著しく悪く、 実質赤字は1億円に達する状況にあった。検査官ネバ氏は、このままでの無人業免許は到底不可能である一方、放置して倒産させると、多数の掛金者に被害を及ぼすことから、正常経営に持っていくための施策を講じる。資金と人材を送り込みから始め、最悪の場合他の強力な無人会社への吸収合併及び営業上ともやむなしとした。 しかし当時の四国に存在した無人会社は経営状態が芳しくなく範囲を広げた関西から当時業界トップクラスの地位にあった兵庫無人に白羽の矢が立った。検査官根橋は兵庫無人の山本社長と長谷川常務に会見し、この会社の立て直しについて数回の話し合い行った結果、山本社長の決断により救援が決定。それまでの措置として大倉は 不適格役職員の整理、可能な限りの経営面の整理、明朗化、未払い込み株式の役員責任による満額、払い込み、兵庫無人による正式経営引き受けまでの経費支出の差し止めなど、厳しい制限を課した。経営立て直しに向けた兵庫無人の役員を送り込みに対し、社内の一部では反対機運を盛り上げようとする役もいたが、社長、 小西俊夫を中心とする役員の説得もあり、同年8月13日の取締役会で、兵庫無人との契約書を承認の上、全役員が辞任届を提出し、同月29日の取締役会で、兵庫無人出向の社長都市長谷川博志が就任した。この経営立て直し問題により、ことぶき職産無人株式会社に対する、 無人業免許交付は中に浮いたものとなっていたが、兵庫無人の救援により免許交付に向けた体制は整うことになる。そして1950年、昭和25年9月28日、大倉大臣より無人業法に基づく無人業免許が交付され、とぶき食産無人は正式に無人会社として認可された。これに先立ち9月1日には、 本店をその後に続く中央通り沿い三番町三十番地に新築移転している。1951年昭和二十六年十月二十日は全国の無人会社が一斉に相互銀行に転換した。しかし弱小とされた投稿をはじめとする旧社はその中に入れず取り残されることによる対外信用の低下を避けられなった。同時に 大蔵省の態度が厳しくなることで、増資額が発行する、株式数しか認められない、営業区域の拡張や営業店の新設も、採算採取の要望陳情を繰り返さなければならない、預金業務が本店か認められないなど、実務の面からも大きな不利を強いられた。その後人事刷新によって、新卒一括採用を導入することで人材の定着率を向上させるなどの経営改革を、 行ったことで、1952年、昭和27年5月30日総合、銀行営業免許を交付され、ことぶき職産無人株式会社は、総合銀行に転換、解消の上、高松総合銀行となる。称号については、校内募集、一般募集によって、精神な名称にする狙いがあったが、適当なものがなかったため、結局本店所在地から、高松とした。 兵庫総合銀行、旧兵庫無人との関係は、無人時代から続くもので、乱脈経営による膨大な赤字と上層部の派閥争いで、死に体の寸前だった投稿を救済し、他行に取り残されていた総合銀行転換を実現させた、いわば高松総合銀行の生みの親である。その後投稿は、兵庫総合銀行出身の社長のもと、 役職員の努力で、ようやく経営は健全化し、小さいけれども、内容の良い,い相互銀行と言えるまでになった。しかし、社会が自由化の真っ只中にある当時においては、この小ささが致命的であると考えられ、1969年、昭和44年の金融二法成立を前後して、金融制度調査会では、中小金融制度のあり方が審議されていた。 そのように投稿の中でも合併が不可避であると認識され始めていた中、翌1971年、昭和46年3月11日に第1、銀行と日本官僚銀行の合併が発表されたことは衝撃的であり、ついに同月29日には、社長、林雄二から、兵庫総合銀行との合併の方針が発表された。その理由としては、やはり、 日本経済が自由化する世界経済に取り込まれていく中、東稿のように体質の弱い小型金融機関が独立した経営を維持していくことが困難と思われたからである。東稿は金融機関として後発であり、過去4年間を見ても東稿の預金量は大きく伸長してきた同じく、伸長を続ける相互銀行の平均に追いつくことはできず、 さらに経済規模に劣る四国という立地条件においては単独で飛躍的発展を遂げる望みは薄かった。また、当時皇帝部合の引き下げムード等により、貸し出し金利が低下していくことが予想され、ただでさえ一人当たりの経常利益は低く、規模の拡張以上に人件費、物件費が増長し、利ザが縮小する傾向にあるのは規模の差異を主因とした。 経営効率の悪さに他ならなかった。その影響で一人当たりの給与と賞与の平均額は、兵庫総合銀行と比較して33.1%も低く、収入の安定性を格闘校では優秀な人材の確保が極めて困難になっていた。合併期日を発表のわずか半年後である同年10月1日としたのには、 対等の条件で合併したいという時期的な理由があった。その一つが合併時の株式である。当時の株式相場は、兵庫相互銀行135円に対し、投稿が65円でおよそ半分であり、通常では、兵庫相互銀行1株に対して、投稿2株が相当する。しかし、投稿の店舗行政や合併促進行政によるメリットを肯定的に勘案し、 投稿を優遇する形で1、1の条件とした。これを、兵庫総合銀行の株主に納得させる方法として、すでに決定している、兵庫総合銀行の増資のタイミングが合併前日の9月30日で、あり、増資前の株式3に対して、新株1を割り当てることで114円ほどになった、兵庫総合銀行の株と、合併発表によって値上がりした投稿の株価を、 さや寄せすることを狙ったものである。合併発表に続いて4月30日には、両好社長によって合併契約所長員が行われ、そこから約5ヶ月間をかけて、法律的な手続きや株主、労働組合の調整、合併後の従業員の労働条件に関する覚書の締結度が急ピッチで行われ、九月十一日に大倉大臣の合併認可が下り、 予定通り1951年、昭和46年10月1日に、両校は合併し、高松総合銀行は約21年の歴史に幕を下ろした。総合銀行同士の合併では当時、福岡総合銀行、原福岡式銀行と、賞金総合銀行、原福岡中央銀行が合併交渉を行っていると報じられていたが、実際は、 東港と兵庫総合銀行が第一号であり、総合銀行の再編成という意味で業界に極めて大きな影響を与えた。この合併について当時四国財務局長の加藤弘太郎は、四国から総合銀行が一つ消えてゆくことは寂しいことではあったが、対局的には結構なことであり推進した。と解雇している。 日本の金融史において歴史的と言われた投稿との合併時、全国トップクラスの総合銀行であった兵庫総合、銀行はバブル時代に向かって成長の一途をたどる。80年代に入ると預金量と貸出資料は増大し始め、1987年には預金量が1年に1兆円を増大し、1985年の資産1.8兆円、 資本金110億円がピークの1990年3月には、それぞれ4.4兆円の2.4倍、640億円の5.8倍へと、急膨張、当時、第二地方銀行最用手となった。1989年、平成元年2月1日に普通銀行に転換すると、バブル景気もあって株価は5倍に高騰した。しかし、 内情は1985年度から1994年度までの主要業種別の貸し出し件数は製造が4000件弱が2000件強へと半減、卸子売り飲食が9000件強からほぼ半減している。そして1990年1月に始まる東証株価下落によりバブル崩壊が始まると1992年6月には関連ノンバンクの経営悪化が表面化し、 投稿社長も務めた長谷川会長が隕石辞任した。預金は最盛期の1991年3月につけた3.7兆円から、1992年3月には3.2兆円、1993年3月には2.4兆円と3、4にまで減少。株価も1、3に急落した。経営危機が公然化し、資金不足は深刻化する事態となり、 総資産の17%近くを日銀融資に保障されたコール市場から調達、さらには高金利の上渡制預金をかき集めなんとか、資金の目途をつけていたもの、拡大路線により製造業や卸し、小売飲食といった地域の主要産業を放置して、不動産や株式投資に注力していたことで、バブル期の貸し出し増加分はほぼ全て不良再建化したため、ここでも、 日本の金融史において歴史的といわれる戦後初の銀行破綻となってしまった。1996年、平成8年1月29日、破綻した兵庫銀行の営業は前年10月27日に設立された緑銀行へ引き継がれたが、旧平銀の不良債権を引き継いだことや信用力の低下によって営業利益が見込みを下回った結果、 消却不足となり、早くも1998年には、緑銀行の経営危機が表面化した。結局、同年5月に、緑銀行を破綻させ、1999年、平成11年4月1日に同じく第二、地銀であった桜銀行系の阪神銀行が、救済合併市港銀行に解消して、再スタートを切った。この時点で、旧総合銀行時代の店舗は、 大半が整理され、高松支店、鳴門支店、岡山支店の3店舗が残るのみとなっていたが、港銀行合併直前の1999年、平成11年1月11日にはついにこの3店も廃止され、業務は神戸営業部に継承された。このように時代の潮流とはいえ、巨大化する経済機構の中に取り込まれるとき、規模拡大が存続の必須条件とされた。 弱小銀行がより大きな規模を目し、経済規模の小さな四国という立地条件を超越しようとしたものが、バブル景気に乗った拡大路線とその時の不良再建が足かせとなった、後進銀行の破綻に次ぐ破綻で、逆に経営規模は縮小し、旧高松総合銀行時代の痕跡はことごとく消滅する結果となった。合併直前の1971年、 昭和46年9月30日時点の店舗数は、出店25、出張所4の計29店舗。営業店の名称は、出店のほか、初期には、取次所と会場があったが、1953年、昭和28年4月1日に廃止され、存続店舗は、出張所として新設された。番長の本店は合併直後に、解体の上、 跡地には九百七十八年五月に、住友生命高松ビルが竣工したほか、唯一建物が現存している旧河原町支店は、市会員として利用されている。このほか、三上支店の新設を合併直前の九百七十一年、昭和四十六年一月十一日に、四国財務局へ申請し、八月十三日に認可、そして合併後の同年12月7日に、 兵庫総合銀行三条支店として、高松市上野町三丁目9番2号に新設している。その後東行本店営業部の流れを組む高松支店は、兵庫総合銀行時代から緑銀行時代の撤退に至るまで、高松市栃屋町9番地に,に所在していた。1九9九年に高松支店が撤退して、以降は、銅ビルを日光コーディアル証券、現、 SMBC 日興証券高松支店がビル建て替えのため仮営業所として使用した後、2004年に解体され、跡地にはファミリーマート高松とギア商店が開業している。香川ブロック、徳島ブロック、高知ブロック、愛媛ブロック。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。